さあ、移籍市場オープニングトークは、デクランライスからいきましょうか。デクランライス出ましたね。はい、まあ、アーサルが2度目のオファーを拒絶されたということで、はい、そのタイミングで、マンチェスター市参戦でございます。いやはい、プレチャンダービー勃発ということで。ねえ、ガチって感じだけどね、はい、俺からしたら。ガチっていう感じで、うん、まだよくわかってない状況、どっちに揺れるかわからない。まだちょっと、シティも入札して、したんだっけな？いや、してない。してないよね。うん、どっちもしてない。うん、アーサルも3度目のオファーは、お互い準備段階ですけれども、うん、正式な入札は多分まだ来ていない。っていう感じでございます。まあ、アーサルはかねてから第一候補だったんだけど、純粋に、シティズンからして、うん、はい、デクランライスに、まあ、取るとしたら1億ポンドぐらいじゃないですか。うん、それはどうなんのかっていう話を聞きたいね。いやー、これ、そうなるっすかっていう。その1億別にもうちょっと、使えないかみたいな、思うんだけど、うんうんうん、なんかどうやらロドリの負担もちょっと軽減していきたい。あら。という。昨年聞きましたね。その垂れ込み。あー、なんかカルビン・フィリップスもちょいちょいで狙われてるんじゃないかそう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 。ね、あるらしいけど、それ次第で、うん、まあ、ライスの有無必要になってくるか。ありますけど、うん、フィリップス残るんだったらそんないりますかみたいな。まあそうやな、まあそれこそストーンズとかもね、もう なんならね、まあ3人4-1があってフォルトの形だとしたら、まあ、スーはね、今ロドリーとストーンズやってますし、まあ、ストーンズのとこもね、もうちょいね、うん、なんかライスとかで、うまく、うん、そのロール、はいはい、いろいろな役割分担、できるとは思う、うん、もちろんいてくれたらね、楽にはなると思うけど、そうだね。まあベルナルドいなくなってライスインはちょっとポジ的に意味がわかんないもんね。ちょっと、辛くないそれは。うん、なんか、いろいろスカッと歪にはなるよね。そう、ロドリとストーンズの負担軽減に1億ポンド使うかって話よね。それよね。うん。高すぎません？ 1 億あったら、それこそ超一線級の、まあ、なんだと、足りないポジに、第一人者 をね、やるっていうパターンあるし、まあ、ただライス来てくれるんだったら欲しいよな。まあまあまあ、そうなんだ、うん、ライスはでも欲しいよなっていう。うんうん、ね。ヴァルディオルとかもあるしさ、うん、そんな金、かけられんのかなっていう。まあ、個人的になんですけど、まあ、こうなる図式は、ま、想定内というか、まあ、シティが来たのは、まあ、まあ、それも想定ないかなって感じですけど、まあ、結局ハムはそれを待ってたわけでしょ。まあ、そうだよね。そう、別に他社が介入するの待って値段を釣り上げると。まあ、いい方来たら、そう。そっちに出せばいいし。アーサル的にも、ライバルいないんだったら安くいけるしっていう。ってことは、こっからが、いわゆる、もう前期は終わったわけでしょ。まあ、そうそうそう。こっから本番入ってくるってことでしょ。これが移籍市場ってもんですかね。そうそうそう。だから、まあ、おのおののことを考えるんだったら、まあ、なるべきところになったのかなっていうところと。はい。で、まあ、アーサル的な話で言うと、うん、いや、ライス取れんかったらどうすんのって話。危機的状況になるんじゃないかなっていう。まあ、アーサルはね、ライス。そう。でも本当に欲しい？いや、欲しいですね、それは。欲しい、欲しい。うん、まあ、アンカーのところでね、それこそ今、トーマスパーティーも育ててるでしょ？サウジ行くだ、ユーベントスも狙ってるだとか、言われてるし、そもそもライス、ないしは、まあ、カイセドって言われてるような、まあ、若い、あそこのアンカーできるやつっていうのが、冬からのメインターゲットで、そしてカイセドもまあ、結構チェルシーが狙ってて、ああ、それ難しいか、じゃあライスで一本で行くぜ。もう、ライス取れるから、ハバーツも行ったろか、ハバーツ先決まったわ、すまん、ライス取れんかったわ。もう、いびつになりますよ、スカッとか。いやー、めちゃくちゃよ。気合のトーマス残留で、トーマス・ジョルジで、うん、行こうと思えばいけない。まあ、もちろん行こうと思えばいけるけれど、まあ、だからそれ、いわゆるその、メインのビジョン。がもうめちゃくちゃになってるっていう話を。だから、まあ、余裕そうなシーズンと、うん、もう、吐きそうな軍団っていう図式よね。まあ、さすがに、綺麗ベデルチになるんですよ、これ。さすがに無理っすか、うんうん、我慢できないブチャラディっすか、あと、なんかこう、俺、ありそうなパターンね。うん、これ、実際やったら切り抜いて、あれなんだけど、うん、ライスシティ持ってかれました。じゃあ、ラビア行こう。で、なんかシティにも金流れるみたいな。それだったらマジ許さねえぞっていう。それだけはマジで、もうやめてくれと。油アシストっすか。そう、女いたらアシストだもん、ほんとにそれ。これだけが一番悔しい。これだけが一番悔しい。